どうもスーです。ということで今私は大阪伊丹空港に来てるんですが、今回ですね、まあ、タイトルにもあります通り久しぶりにわざわざ行くシリーズをやっていこうかなと思います。過去にですね、まあ、私のチャンネルでこのわざわざ行くシリーズっていうのはかなり好評でして、まあ、近距離大移動ってやつですね。例えばセントリアから小牧空港、愛知県内をわざわざ飛行機で行ってみるとか、隣の静岡県の富士山静岡空港に行ってみるとか、北海道の新千歳から丘珠空港まで北海道内飛行機移動とかね、まあ、そういったくだらないことをちょっとやってるんですが、まあ、今回はこちらの伊丹空港から私初めて行くんですけども、神戸空港まで飛行機のみを利用してですね、行ってみようかなと思います。ちなみに今私がいる伊丹空港に関してはちょっと複雑な関係性を持っておりまして、大阪府と兵庫県で、特に豊中市と池田市とあと伊丹市、これがねこうミックスされたこう複雑な感じで入り組んだ空港になってるんですよね。空港ターミナル内で県境があったりとかして、まあ、名前は伊丹空港となっているので、まあ、伊丹市は兵庫県なんで、まあ、兵庫県の空港とも言えるし、まあ、みんな大阪空港、大阪伊丹とか大阪国際空港っていうので、まあ、大阪の空港でもあるということで、なので大阪府と兵庫県、この2つがですね、まあ、管理している空港というふうに考えてもいいのかなと思います。で今回私は伊丹空港から兵庫県の神戸空港まで行きますんで、まあ、兵庫県内飛行機移動というふうに捉えることもできるかもしれません。まあ、もちろんこちらの伊丹空港から神戸空港に行く直行便の飛行機なんて存在しませんので、どこかを経由していく必要があります。で最初1回目1発目のフライトなんですが、この伊丹空港から ANA を利用して羽田空港に行きます。まあ、羽田空港が一番短い半径でね、まあ、こう行ったり来たりできるということで、まあ、今回そちらを選びました。それで羽田空港に到着後、飛行機を乗り換えましてスカイマークで神戸空港に行くという流れで組みました。スカイマークは神戸空港拠点となっている航空会社でございますんでね、あの神戸空港に行くのも初めてですし、なんなら羽田から神戸の便って結構私にとってはレアな感じがするんですよね。まあ、普段乗ったこともないので、まあ、神戸在住の方は利用されているかとは思いますけどね、まあ、その辺もちょっと楽しみにしております。早速今からチェックインの方をしていきます。久しぶりのわざわざ行くシリーズでございます。まあ、ANA なんで、伊丹空港南ターミナルですね。それでは早速行きましょう。今回は株主優待で取っております。航空券1万円ちょっとですね。結構安かったです。まあ、今時刻は9時50分で朝のラッシュ時間は過ぎたのかな、なんで結構空いてますね。伊丹空港久しぶりですね。よく考えると JGC 回数修行をやってた去年は頻繁に来ましたけど、まあ、しかも ANA ターミナル側はあんま来たことなかったんで、ほぼねあの北ターミナルに行ってましたからね。とりあえず今から保安検査を抜けてラウンジに行こうと思います。伊丹空港のプレミアムチェックインと ANA のラウンジ入るのは今日が初めてです。それではチェックインと保安検査を受けてラウンジ行きたいと思います。ということで保安検査終わりました。スイートラウンジ行きましょう。多分ね混んでるってことは多分ないと思うんだけどな。ありがとうございました。いらっしゃいませ。おはようございます。軽食もこんな感じでありまして、おにぎりとかフレンチトーストとかパンとか、まあ、そんな大したもんじゃないですけどありますね。ちょっとジョッキで野菜ジュース持ってきました。まあ、これ食べてちょっとね休憩してからゲートの方に行こうと思います。ご利用のお客様にご案内いたします。ANA 福岡行き
ということでラウンジを出ましてゲートに向かいます。いや、伊丹空港のこのフードコートとかお土産屋さんはかなり綺麗ですよね。すごい、空港のフードコート内に韓国料理屋さんがありますね。これは知らなかった。うまそうだな。あと大阪といえばこのたこ焼きのククルさんですよね。これめっちゃうまいですよね。ちょっと今日は食べれませんけど、お腹いっぱいなんで。ということで、まあ、平日ということもありましてかなり空港は空いておりますね。それでこちらが今回私が乗る飛行機機材になります。ボーイング787ですね。まあ、飛行時間は1時間ちょいぐらいなんであっという間ですが、まあ、羽田空港着いて2時間後ぐらいにスカイマークに乗り継ぎという感じになります。ただですね、スカイマークに関しては JAL 側のターミナルになります。第1ターミナルかな。ゲートの前に来ました。今回私が乗るのが ANA24 便東京行き12時出発の飛行機です。まあ、ちなみにこの伊丹空港から神戸空港までですね、まあ、距離でいうと大体30キロくらいなんですよね。めちゃくちゃ近いです。車とかバスとかで1時間ぐらい、列車でもそれぐらいですかね。なのでもう瞬殺で行ける近さの場所に空港あるんですけども、わざわざちょっと飛行機で行きます。まあ、冒頭にも言いましたけど、こちらの伊丹空港は大阪府と兵庫県2つの、ね、自治体が共同で管理しているということで、空港自体は、ね、関西エアポートという、 もう民間の会社になりましたので、関空と伊丹と神戸空港3つを、ね、まあ、民間空港会社として、ね、やってるんですが、まあ、そうは言ってもいろいろ大事な部分に関してはですね、まだまだ日本は空港は国が管理しておりますのでね、例えば空港警察とかあるじゃないですかね。セントレアとかであれば愛知県警が中部国際空港の中に警察の管理組織を作ってですね、まあ、いろいろやってるはいるとは思うんですけども、こちらのね伊丹空港はすごいですよ。大阪府警と兵庫県警がそれぞれ人を出し合って共同の空港警察っていうのをやったりとかしてるみたいなんですよね。なかなか複雑ですよね。めんどくさいこともいろいろあるのかもしれませんけど、そんな伊丹空港のトリビアでした。まあ、あとは伊丹空港でこんだけ人がいなくてガラガラなのはちょっとね違和感ありますね。いつ来ても伊丹空港は混んでるってイメージがありましたからね。マンボウとか緊急事態宣言出てても伊丹と羽田は人がいた気がするんですけどね。まあ、平日の昼間のこのお昼ぐらいっていうのが人が一番少ない時間帯なんでしょうね。ということで優先搭乗始まりましたんで飛行機乗ってきたいと思います。ということでゲートくぐりましたんで乗っていきます。今回 31A という結構後ろの方の座席を取りました。座席に着きました。 31A 窓側ですね。去年の修行の時何回も乗りましたけども、まあ、短距離国際線使用機材ですね。これ789だと思いますけど違うかな、 78M と呼ばれてるようなやつですね。今回私は普通席ですけども、一応ねディスプレイがあったりとかしてこんな感じで USB もあるし、もう申し分ないですね。1時間ぐらいしか乗らないんですけども、多分ねガラガラだと思います。自分の隣ももうこの列ね、お客さん来ないと言ってましたんで。キャビンアテンダンス、スタンバイ&業務連絡です。キャビンアテンダンス、ペッスライドバー、今日もスターライアンスペーパー ANA 東京行き24時のご利用いただきありがとうございます。お知らせください。その他ご質問があります。
空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。アーライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。ということで羽田空港に着きました。で、ね、ターミナルの移動をしないといけないのでスカイマークで今から乗り継ぎをするんですが、思ったよりも早く着いて15分ぐらい装着になったんですよね。で、時間的にまだかなり余裕があるのでお昼ご飯を食べようと思います。それで以前にね、私のチャンネルでも紹介したことあるんですけど、こちらのね、第2ターミナルの中にあるメルセデスのこのショールームのところで提供されているそばがめちゃくちゃ美味しいんですよね。通称あのメルセデスのそばと言ってるんですけど、あの本当にね、別にベンツが作ってるあのそばではないんですけど、まあ、僕はそういう風に言ってます。なんか細かいことを言う人だとベンツはそばなんか作ってないんだってまあ言われたんですが、あのまあベンツが、はい、メルセデスがこう推してるあのそば屋さんのそばをここのショールームで食べれるということで、ちょっとそれをね、今からお昼ご飯食べようと思います。足元にご注意ください。こちらのそばですね。このね、冷たい肉そばっていうのもめっちゃ美味しいんですよね。で、このあったかいのもあるんだ。どうしようかな、迷うな。今日はちょっとあったかいやつにしてみようかな。で、今回温かい肉そば、スモールサイズを選びました。で、プラス100円でドリンクをつけるということで、すごいね、これもメルセデスって書いてあるわ。100円でドリンクつけれるんですよ。で、これL サイズぐらいあるんでめっちゃでかい。これは得だな。こんな感じでメルセデスの温かい肉そば来ましたね。ちょっと麺が少ないな、スモールサイズにしなきゃよかった。100円ぐらいしか変わんないからね。まあ、でもこの温かいやつ、これ初めて食べますけど、漬け汁がめっちゃうまそうですね。それではいただきます。箸もメルセデス。ないね、肉もこんなたくさん入ってる。ということで第一ターミナルの方に歩いて行こうと思います。 ANA とスカイマークは乗り継ぎの関係がね、ちょっとうまくいってないんですけど、 JAL とスカイマークだと荷物とかもね、なんか条件はあるらしいんですが、引き取らずにこのまま流れでね、ダイレクトでこう乗り継げるみたいなことみたいなんですが、いまいち自分もよくわからないです。この後に2時間後ぐらいかな、3時半ぐらいのスカイマークの便で神戸に向かいます。スカイマークはね、必ずキオスクかチェックインカウンターで航空券を発券しないといけないんですよね。モバイル搭乗券とかで乗れないんですよね。その点がちょっとあれかなと思いますが、スターフライヤーも第一ターミナルなんですよね。なんで ANA の便ですが、スターフライヤーで乗って羽田空港に来ればスカイマークに楽に乗り継ぎができるということですが、まあ、そんなこといちいち計算してやってる人なんか多分いないですよね。といっても2時間マジでやることないんで、こちらのドトールでちょっとコーヒーだけ飲んでから保安検査に行けましょうか。こっちはガラガラですね。全然人がいません。ということで航空券の発券終わりましたので、早速保安検査抜けて制限エリアへ行こうと思います。すっかり忘れてましたけど、ピカチュウジェット飛んでますよね、今もね。まだ1回も自分当たったことないんですけど、というかそんなスカイマーク乗ってないんであれなんですけどね、ちょっと後で調べてみましょう。ということで保安検査抜けました。この羽田空港の G 保安検査場っていうのはスカイマーク専用なんですね。それ知らなかったな。スカイマーク乗る人しか通らない保安検査場があるの初めて知りました。あと一応プライオリティパスで入れるラウンジあるんですけど、もう今日は行きません。もうそんなにね、飲み物飲んでもしょうがないし、やることないんでね、結局ラウンジ行っても。平日の羽田空港こんな空いてんの？
私の活動はほとんど土日が多いんで、あんま来ないんですよ、平日ね。ガラガラだな。ということでゲートの前に来ました。20番ゲートですね。神戸行き15時35分発 BC109 便、これに乗ります。それでスカイマークのピカチュージェット運行予定っていうのがスカイマークのホームページで確認することができるんですよね。で今日は羽田にも来てたんですが、今から私が乗るやつはダメですね。はい、通常のやつです。ただこの17時55分発なんで、まあ何本か後の羽田から福岡に行くやつはピカチュウだ。ちょうど2ヶ月前ぐらいに目の前に見える第3ターミナルでね、ニューヨークへ行ったわけですけども、やっぱ国際線乗りたいですね。それで今から私が乗る機材が到着しましたね。ボーイング737ですね。よく見慣れたと言いましたけど、この角度真正面から見ると結構かっこいいですよね。ということで間もなく搭乗開始始まりますんで、飛行機に乗っていきたいと思います。前の方と韓国の それでは神戸空港に向けて飛行機乗っていきたいと思います。時刻は15時20分ぐらい、まあ日が暮れるまでには着けると思います。ということで座席に着きました。 30H 窓側、右側の窓側に撮りました今回は。まあ、あとは入り口でこのピカチュウマスクかな、はい、これをもらいました。ポケモン Z のイベントの関係のやつですね。お客さんはね結構いますよ。8割ぐらいいるんじゃないですかね。平日のこの時間帯でも神戸行きのフライトでこれだけお客さん乗ってればすごいと思います。今日もスカイマーク110便神戸空港行きをご利用いただきありがとうございます。飛行時間は離陸後1時間6分を予定しております。膨らみます。膨らみが足りないときは両側のゴム管を拭いてください。ライフベストは脱出の妨げにならないよう。
様、神戸空港に着陸いたしました。引き続きシートベルトを締めいただき、シートベルト着用サインが消えますまではご着席のままお待ちください。皆様、今日もスカイマークをご利用いただきましてありがとうございました。で、今しばらくお座りのままお支度ください。ありがとうございました。ということで神戸空港の方に到着いたしました。今神戸空港のデッキにですね、まあ、来たんですが、夕焼けがめちゃくちゃ綺麗だったんで、景色めっちゃいいですね神戸空港。こっちは神戸の街がずらっと海の方、港町ですね、見れて、人は全然いませんけど、こんな感じの空港です。今の時刻は15時の9分ということで、伊丹空港を出発したのがお昼の12時ちょうどだったので、まあ、およそ5時間ぐらいかかりましたね。まあ、便の乗り継ぎがもっとね、便が欠航してなければ早く行けたと思うんですが、羽田空港2時間以上かかったので、まあ、これぐらいになりました。まあ、伊丹空港が兵庫県の空港としてね、カウントされればですね、まあ、この兵庫県県内飛行機移動ということになりますね。伊丹、神戸ということなんでね、今回わざわざですね、飛行機のみを利用して伊丹空港から神戸空港までね、来たんですが、まあ、来たからといって別に何も特にありませんただ飛行機に乗って使って来てみたっていうだけなんですが、私のチャンネルをね、最近知ったっていう方のために、一応概要欄リンクの方に今までこのわざわざ行くシリーズのね、まあ、動画の URL を貼っておきましたので、もしよろしければ見ていただければと思います。こういうことやったんだなっていうふうにね、振り返っていただいても結構ですし、はい、あと皆さんよろしければこの動画の高評価とチャンネル登録、コメントも感想欄に書いていただけると嬉しいのでよろしくお願いします。ということで、まあ、今回こんな感じですね、この動画終わりたいと思います。久々にわざわざシリーズやって、まあ、やってる私も楽しかったです。ということで、以上スーチャンネルスーでした。バイバイ。